サバクラです。キャトラです。ステラおばさんじゃねえよ。あはは。うん、ところでステラおばさんって誰？サバトラ、ステラおばさんのクッキー知らないのにゃん？知らないにゃん。ステラおばさんのクッキーは百貨店や駅中などで出店販売しているアメリカンカントリースタイルのクッキーだよ。ステラおばさんはその店のシンボルとなっている人物だにゃん。お店に描かれている絵の人だね。わ、ステラおばさんじゃねえよって言ってる芸人の人にそっくりにゃ。ステラおばさんは実在の人物だよ。へえ、ケンタッキーのカーネルおじさんみたいな感じで会社の創業者なのかな。惜しい。ステラおばさんのクッキーの会社は実はステラおばさんの甥っ子が創業した会社なんだにゃ。ステラおばさんは1908年生まれ、アメリカのペンシルバニアダッチカントリーで幼稚園の先生をしていた人だにゃん。彼女は子供たちや村の人たちにアント、ステラ、ステラおばさんと呼ばれ親しまれていたそう。お菓子作りが上手で、子供たちにクッキーやケーキを振る舞ったり、村のお菓子コンテストで優勝したりしていたにゃん。おいっ子のジョセフ、ビ・ダンクルは彼女に焼いてもらっていた思い出のクッキーのレシピを引き継いで、ステラおばさんのクッキーとして製造販売を開始したというわけ。え、ステラおばさんはステラおばさんのクッキーの会社の創業者のおばだったんだね。そうにゃん。ちなみにステラおばさんじゃねえよのギャグが人気のお笑い芸人ハリセンモン近藤春菜は本当にステラおばさんじゃないのかという企画で YouTube でステラおばさんの店と公式にコラボし、店員のふりをして店頭に立ったことがある。そこで一向に正体がバレず、ステラおばさん本人かと誤解されるなどし、自分が誰だかわからなくなってきたと名言を発した。自我を見失いかけたんだね。他にも面白い話があるにゃん。ステラおばさんのクッキーの包装紙によく見ると How to cook a husband 夫の調理法と書かれていて、英語で鍋に入れるとかグツグツ煮るなどのワードが書かれており、ネット上で話題になったことがあるにゃん。夫調理？ちょっと猟奇的な匂いがするにゃん。蓋を開けると、これは夫とのうまい付き合い方を料理で例えた教えで、一種のユーモアだにゃん。内容は昔ながらの夫婦円満のコツの類。なるほど、海外のギャグセンスは初見だと日本人には伝わらないことも多いね。文章を少し紹介すると、材料を安楽と呼ばれる糸で縛り鍋に入れる、ギムと呼ばれる弱い糸で縛ると緩んで鍋から飛び出し炎で焼けてしまうこともあるので気をつけること、キスという砂糖を少々入れるなどと書かれているにゃん。なるほどなるほど。夫の料理法は公式サイトに全部の意味が載っているにゃん。他にも良き人生の調理法というのも載っていて、材料、愛情、カップ1杯、カック3杯の仲間を加える、よく熟成したら取り出して社会に出すなどと書かれているにゃん。へ、面白いね。この包装紙はクッキー事業開始の1982年から使われており、書かれている内容は1995年出版の創業者であるジョセフ・リ・ダンクルの著書アーミッシュの贈り物でも紹介されているにゃん。夫の調理法は昔からアメリカに伝わる話のようだね。そうなんだ。ところでアーミッシュって何にゃん？アーミッシュとはアメリカに住むドイツ系移民の共同体で、キリスト教を信仰し独自の生活様式を守っている人たちだにゃん。推定人口は約35万人。自給自足で暮らし、昔ながらの生活にこだわるため電気を使用しない、自動車ではなく馬車に乗るなど、アメリカの一般的な生活から考えるとかなり浮世離れした集団と言えるにゃん。電気を使わないの？外界と切り離されたような暮らしを送るアーミッシュだが、しかし一部で観光客向けに店をやっていたり、農作物は農薬や化学肥料を使わないことから高値で売られ、一部の高級レストランで重宝されたり、アーミッシュの名を冠した料理本が売れたりといった面も持っているにゃん。その素朴な暮らしに憧れを抱く人もいる。自然派というやつだね。ステラおばさんの故郷であるペンシルバニア、ダッチカントリーはそんなアーミッシュが多く暮らす場所だったにゃん。へえ、そうなんだ。甥っ子のジョセフは
子供時代からハミッシュの物語や言い伝えをステラおばさんから聞かされて育ち、愛着を持っていたことがうかがえるにゃん。ハミッシュの本を出すくらいだしね。ちなみに彼は日本でビジネスをしようと起業した当初、アイスクリームの製造やペンシルバニア、ダッチカントリーの伝統と文化を伝える家具、雑貨の販売を行っていたにゃん。そうなんだ。え、っていうかアメリカじゃなくて日本で起業したの？そうなんだよ。その後クッキー事業が当たって主軸をステラおばさんのクッキーに移し、社名も以前はローリードールという名前だったの。1999年にアントステラに変えたにゃん。アントステラ、つまりステラおばさんっていう意味にゃん。全面的にステラおばさんを押し出す方向に舵を切ったんだね。その後会社は2008年に森永製菓によって買収され、森永のグループ会社になったにゃん。え、そうだったの？今回はステラおばさんにまつわる話をいくつかしたけど、どうだったかにゃん？うん、いろいろと意外な話が多くて面白かったにゃん。また一つ賢くなったにゃん。